ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。今日はですね、あるとっておきの企画を用意しました。皆さん、レオコをご存知ですか？前にも動画で紹介したんですが、大人の匂いまで綺麗にするボディーソープなどの超人気シリーズです。そのレオコを動画で紹介した時に、音が欲しい欲しいと言っていたんですよね。そこで、まあ心優しい心お姉ちゃんはね、弟のためにレオコをご用意いたしました。ということで、今回の企画は弟に超巨大特注レオコをプレゼントしてみたドッキリ。それじゃあ今から音がやってくるので、ドッキリ仕掛けていきたいと思います。楽しみ。もう一杯だけ飲もうは絶対一杯だけでは終わらない。はい、来て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 、いいから来て。いいよ。まだ目は閉じたままね。まだ？うん。前に音をレオコ欲しいって言ってたよね。言った。今回はそんな音のために特製レオコを用意しました。嘘。パチ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 。イエーイ。それじゃあね、目を開けてください。いいの？どうぞ。いいの？でかでかっ。すごいでしょ。もう用意したの、お姉ちゃんが。ちょっと待って、あのね、この大きさには意味があるの。おう。レオコの累計販売数200万聞いてる？あ、聞いてる聞いてる聞いてる。レオコの累計販売数200万本を突破した記念なの、この大きさは。なるほど。通常の約200万倍の大きさがあるんです。200万倍。そう。どうよ、このお姉ちゃんの優しさと器の広さを表したようなレオコは。え、何？もう一回言って。何？ごめん、聞こえなかった。200万倍。うん、このお姉ちゃんの優しさと。約200万倍。そう、約200万倍の私。どんぐらいの大きさなんだ、200万倍だったら。そう。え、何？え、200万倍ってどのぐらいの大きさ？え、こんぐらいの大きさだよ、見てわかるでしょ。いやいやいや、これを200万倍の大きさと、ココロちゃん の、 あの優しさと器のデカさを梱包して一緒にあげますっていう。ごめん、最後の方聞こえなかった。え、聞いてよ。すごいこれ。うん、すごいでしょ。まあね、なんでこれが用意できたのかと言いますと、うん、ほら、私あれだよ。え、何？わかるでしょ、ほら、あれだよ。わかんないの？わかんない、ごめん。公式ですから。公式すげー。いや、公式すごいでしょ。大事に使ってね、これ、ほんとに。え、いいの？あ、いいよいいよいいよ。やった、うん、というわけでね、音に巨大レオコプレゼントドッキリでした。やった、ありがとう。びっくりした？びっくりした。うん、喜んでくれてよかった、ほんとに。お姉ちゃんも嬉しい。やっぱりね、いいことした後の気分は爽快だよね。すごいや、これ、うん、ありがとう、でも本当に。いや、ほんとよかった、嬉しい。喜んでくれて、お姉ちゃんいいことしたな。え、ていうかさ、うん、何これ、え、使える？え、使えるよ。あ、使える。待って、あの、容器として使えるよ。え、お姉ちゃんから容器をプレゼントしました。いらないよ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばーと思った人はこちら、 Twitter を見ねばーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。どうよ、この景色。いや、すごいけどさ、うん、使えないんでしょこれ。使えないからなんだって言うんだよ。おい、ふざけんなよ。ムカつくそれ。いいじゃん、使えなくても入れれるんだから。キャップ外せるよ。キャップ、これどうやって外すの？私たちがこうやって。いや、無理でしょう。いや、無理って言う前にやらなきゃダメだよ、一人で。ほら、やる気ないじゃん。じゃあお父さんとお母さん呼ぼう。いや、4人、4人いたら、だってせーのって言ったら回るかもしれない。これだってさ、キャップ外してもさ、うん、チューブがあるわけでしょ。そうだね。それも出さないと。まあ、チューブは、まあ、多分お父さんに任せればいける。お父さん全部他力本願じゃん。だって私はほら、やっぱ公式だからこれを用意したんだよ。え、そこで仕事終わりなの？うん、もうちょっとね、私これ運んでくるの大変だったの、ほんと。どうやって運んだの？え、業者に頼んだ。
ほら、いやでもこの200万倍サイズのリョークくださいって会長に頼んだの私だからね。うん、中身はちょっと中身までは用意できなかった、ごめんって会長も言ってたから、そこだけはさ、本当に許してあげよう会長めちゃん大丈夫その言葉遣い大丈夫？ あ、申し訳ございません。明日から精一杯働かせていただきますので、何卒よろしくお願いします。会長の座狙ってるとか思ってませんから、よろしくお願いしますって言っていけば大丈夫。これはいいよ、会社に送れば大丈夫。そろそろ降りたい。え、なんで？いいじゃんこの景色。降ろして。やだ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 。どうやって降りんの？